ジか。いった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 。おい、お前ら無事か。ああ、なんとかな。ちくしょ、ひでえ目にあったぜ。つか、あの野郎、あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど大丈夫か、ジョーカー。だな、あの野郎調子に乗りやがって。さっさと戻って一発かましてやんねえと俺の気が済まねえ。で、どこなんだよ、ここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか、手分けして探そう。ゴミだらけじゃねえか、こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。ここだ、ここ。お前は誰だ？怪盗…怪盗か。私はソフィア。人の良き友人だ。はじめまして。お前は人間か？名前は？ジョーカー。覚えた。ジョーカーはここがどこか。おい、今そっちでなんかって、どうなった？何があったんだ、ジョーカー。は、我が輩に何か用か。タヌキ。猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか何なんだこいつ。なんか妙な服着てっけど。友人？お前のか？私はソフィア。人の良き友人だ。お前もあのアリスってやつにやられたのか。わからない。記憶が消えてる。消えてるって。お前二人ともちょっといいか。あいつは何者だ、ジョーカー。記憶がねえとか言ってたけどよ。箱の中から出てきただって。手品かよ。さすがにおかしすぎんだろ。シャドウじゃねえみたいだな。敵意も感じないが。とにかくよ、まずは出口見つけようぜ。ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか。わあ、いつの間に。困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人。人の役に立つために生まれた。助けてくれるってのかよ。そうだ、どんな状況だ。いや、なんか迷ってるっつか、出口を探してるっつか。出口、地下から出られればいいのか。ひとまずそうだが。オーケー、
任せろ。出口を探してくる。おい、一人で行くな。どうするジョーカー。そうだな、脱出の手がかりになるかもしれない。大丈夫かよ、怪しさ全開すぎんだろ。まあ放置ってわけにもいかねえか。おい待て、シャドウに見つからねえように気ぃつけろよ。でも見つかってるし。離れろソフィア。こいつらどっから湧き上がった。ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞお前ら。なんとか切り抜けたな。ソフィアっつったっけ。怪我とかしてねえか。問題ない。だがなぜ襲われた。いきなり襲ってくるとは人に優しくないの。ああ、なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして我が輩たちは怪盗団。ここの主にとっては賊、排除すべき侵入者とみなされてるってとこだ。怪盗団、かっこいいな。そこかよ、気が抜けるコメントありがとうよ。てかここらはシャドウだらけっぽいし、行くなら一緒に行こうぜ。私が出口を探してくる。ここで待ってればいい。我が輩たちを助けてくれるのか。初めからそのつもりだ。ジョーカーは私を助けた。今度は私がジョーカーの役に立つ。私を使ってくれジョーカー。よくわかんねえけど、なんかいいやつっぽいなお前。どうするジョーカー。オーケー、よろしくなジョーカー。それと猫と骸骨。誰が骸骨だこら。骸骨ってかただのヤンキーだけどな。てか我が輩この姿は猫じゃねえし。ジョーカー。俺はスカルだ、覚えとけよ。我が輩はモナだ、間違えんなよ。なんで怒ってんだ。よし慎重に行くぞ。ソフィアが巻き込まれると厄介だ。はっチェッ、はっフッチェッ。待って、敵だ。くっそ、まだ嫌がるな。今はソフィアがいる。戦闘は避けたいところだが。あいつが邪魔なのか。まあな、ここ通らねえと進めねえし。オーケー、私に任せろ。あ、どうするつもりって、お前何して。おい待てって。なんだ貴様ら、侵入者か。助けると約束した。悪く思うな。とにかく我が輩たちも戦うぞ。嫌い、はっはっ、いただいていく。せっせい、いや、はっせっせい、終わりだ。かるげ、はっ、いや、せや、かるげ、はっ、いや、はっ、
よし、倒した。待て待て待て、なんかめっちゃ強えし、戦えんなら初めからそう言えって。聞かれなかったから。しかもその格好は一体なんだ。我が輩たちの変身とはまた違うようだが、怪盗団の真似をしたらこうなった。だな。つか格好もそうだけど、お前ペルソナ使いってことかよ。ペルソナ？さっきの戦いでお前が使った能力だ。あの箱みたいなやつさ。あれは武器だ。戦うのに必要だろ。ソフィア、お前は一体何者だ。私は人の良き友人ソフィアだ。それはもう聞いたっつの。分からねえことが多すぎるな。だがのんびりしてる余裕もない。とにかく今はここから出るのが先決だ。そうだな。今のでまた敵が寄ってきたらめんどくせえし、つか戦うのも協力してもらおうぜ。あんだけやれりゃ問題ねえだろ。ああ、脱出方法がわからない以上戦力は多い方がいい。頼めるかソフィア。オーケー、任せろ。ああ、頼りにされる。んじゃあ行くか。頼んだぜちっこいな。了解した。そうだ、体力にはちはっ。シャドウはいない。進もう。気になった場所は調べてみようぜ。何か使えるものがあるかもしれん。数が多い。気をつけろ。弱点をつく方法はスキルだけじゃない。あれの使い方忘れてないよな。撃ち抜く。敵ダウン。いいぞ、銃をうまく使っていけよ。チャンス、やってやろうぜ。出ろ。今だ。チャンス、やっはっ、チャンスだ。ふっ、ほっ。もっと我が輩を頼ってもいいぞ。行くぞ。逃げる。敵もスキルを使ってくるぞ。うまく避けてくれ、ジョーカー。奪え。来い、奪え。
ジョカ、そのあたりジャンプすれば届きそうじゃないか。待て、敵だ。気づかれてはいないようだな。あいつ倒さないのか。我が輩たちは怪盗だ。できれば正面からやり合うのは避けたい。階段の方行ってみようぜ。あそこからぶら下がってるものを見ろ。うまく使えないか、ジョーカー。おい、そこにいるのは誰だ。よし、敵がいい感じに集まってんな。ぶちかましてやる。やるじゃねえか。よし、残りの敵も片付けんぞ。ジョーカーかっこいい。新技習得、早く試してみたい。まだ油断すんなよ。あそこから登れば行ってみるしかなさそうだ。シャドウを確認できないな。先に進めるぞ。見つけたぞ。こういう奴らだ。迎え撃つぞ。はっ、後ろ。てっ、せや。はっ、おう。はっ、敵の姿や力を仮面に封じ込め、新しいペルソナを得たんだ。ペルソナの力試してみようぜ。ペルソナいただいていく。ペルソナここだ。今はあのでかいシャドウを集中して狙った方が良さそうだな。いただいていく。
招待ピクシー食らえ。新技引いたぜ、ロッシャー。息切れしてないか。体力はこまめに回復しておこうぜ。待て、ここから外に出られそうだぞ。よっしゃ、さっさとここからおさらばしようぜ。あそこ奥に続いてるな、行ってみるか。いや、今は脱出が最優先だ。よし、やっと外に出れたな。だがまだ異世界の中だ、気を抜くなよ。待て、どうしたソフィア、何か見つけたか。感じる、あっちに出口がありそうだ。マジかよ。つか、なんでわかんだよ。ビビッときた。ビビッとって、お前。出口はこっちだ、ついてこい。おい待てソフィア。どうなってんだよあいつ。とにかく後を追うぞ。ここがソフィアの言う出口なのか。匂いが薄い。ここで間違いない。つーか、なんだあれ。大丈夫、ここは外に通じてる。通じてる？ぐにゃーってなってバーンってなるが出られる。適当すぎんだろ。大丈夫なのかそれ。信じろ、ジョーカー。話がわかるな。今はソフィアの話を信じるしかないか。あ？お前は一緒に来ねえのかよ。私はどうしたらいい？ジョーカーの言う通りだソフィア。そこら中シャドウだらけだろ。一人でうろつくのは危険だぜ。どうも。ったく、しょうがねえな。うわ、何する。こんなとこに置いてけっかよ。とにかく俺らと一緒に来い。わかった、ついてこいと言うなら。じゃあ行くぜ、せーの。戻ってこられたみたいだな。ジェイルから帰還しました。お疲れ様でした。ジェイル？それよりあいつは？ソフィアはどうなったんだよ。それらしいのは見当たらんな。おい、ちっこいな。いるなら出てこいって。こんな人混みででかい声出すな。呼んだか？
今の声ソフィアか？どっから聞こえた？ここだ、ここジョーカーのスマホ。だっこの白いのよっ。うわあ、なんか出てきた。ん？二人とも着替えたのか？お前ソフィアなのか？そうだ、私だぞ。というかお前は誰だ？我が輩はモナだ。こっちの世界じゃ猫の姿をしてる。モナ？お前がタヌキじゃなかったのか。違うって言っただろ。つか、なんでスマホに映ってんだよ。なんでって、私は AI だから。 AI？ AI ってあの賢いやつか？ふたばが言ってただろ、人工知能だ。マジかよ。聞かれなかったから。光の中に投げ出されてジョーカーの匂いを追ったらここだった。匂いってモルガナかよ。 AI だからこのスマホの中にデータとして移動してきたってところか。要はそこに住んでるってことかよ。狭いが必要なものは揃ってるから居心地はいい。スカルも来るか？もう突っ込む気力もねえわ。とにかく無事に帰ってこられて一安心だな。なあ、あの中で襲われてた連中は捕まったままかよ。わからん。だが普通の人間ではなすすべがないだろうな。ああそうだな。だがむやみに動いてもまた捕まるだけだ。ハレスそっくりな謎の異世界、そこを滑る強力なシャドウ、そして今またとんでもないことが起ころうとしてるのかもしれない。そうだな、ここで考えていても仕方ない。一旦ルブランに集合だ。これからどうするか決めないとな。こいつはどうすんだよ。私はここから出られないみたいだ。こっちに来たらネットにつながっていろいろ確認できたが、私の記憶は消えたままだ。復旧手段も見つからない。このスマホから出ていく方法もわからない。これからどうすれば。居候仲間だな。まあみんなに説明するとき、ソフィアがいれば話が早いかもな。あいつらどんな顔すんだろうな。またパレスみてえのができてるって聞いたら。他にも怪盗の仲間がいるのか？いろいろ揃ってるぜ。お前と気が合いそうなやつとかな。ふーん、面白そうだな。なるほど。つまりヒイラギアリスの正体で異世界に行き、謎の少女ソフィアに導かれて戻ってきたと。なんかそう言われっとすげえぶっ飛んだ話だけどよ。だが事実だぜ、この目で見てきたからな。おい、そこでボケんな。ややこしくなんだろうが。分かったわ。冗談で言うような理由はないもの。とにかくそのソフィアって子が一番事情を知ってそうね。今は一緒にいるの？ちょっと話せないかしら。そうだな、百聞は一見にしかずだ。ソフィアからも説明してもらおう。出てきていいぞソフィア。よっ怪盗団。え、なんじゃお主は。私はソフィア、人の良き友人だ。この子がソフィア？すごい、本当に喋ってる。ここが怪盗団のアジトか。怪盗たくさんいるな。ふん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 。歌い出した。これはなんと愛らしいデザインだ。切なさの中に
愛しさと心強さを感じる。え、そこ？つうわけで、こいつがソフィアだ。よろしくな。すげー、ガチで意志持った AI とか、オーバーテクノロジーすぎだぞ。な、言った通りだったろ。そうね、初対面だし。私は新島誠、よろしくね、ソフィア。私は奥村春です。大学生だけど、会社のお手伝いもしています。私は高牧杏、高校3年でモデルもやってるよ。俺は北川雄介、芸術の道を極めるべく己を磨いている。次は私だな。私は桜双葉、まだ微妙にコミュ障だけど、今どうぞお見知りおきするでござそろ。そこまで話せりゃもうコミュ障じゃねえだろう。つか双葉、一番仲良くなれそうだよな。誠、春、アン、ユウスケ、双葉だな。覚えた。お前たちはジョーカーたちと違って普通の名前なんだな。あー、そっか、説明してなかったな。俺らは怪盗団で、敵に素性がバレないように異世界ではコードネームで呼び合ってる。コードネーム。つうわけで、俺は坂本龍二、猫がモルガナで、こいつが。なるほど、覚えた。その、本当に AI なんだよね。そうだ、ソースコード見てみるか。おお、見たい。見せて見せて。食いつきすぎだろう。とりあえず話聞いてからにしとけ。どうしてあなたは異世界にいたの？目が覚める前の記憶がなくなっててわからない。人間で言えば記憶喪失ってところ、思い出すのは難しいのかしら。データのクラッシュなら復旧できるか見てやるぞ。それは不可能だ。自分であらゆる手を尽くした。さすが、こんだけ自然に喋れる超高性能 AI だもんな。そんくらい調査済みか。何か覚えていることはないのか。初期から埋め込まれてた命令くらい。なんで自信なさげなんだよ。人の良き友人になれ、それが私に与えられた命令だ。それ以外は思い出せない。ああ、気にすんなソフィア。我が輩もこいつらと出会った時は似たような境遇だったからな。すまない。ソフィアのことも気になるけどよ、今はそっちじゃねえだろ。そうだな、あの異世界パレスの話に戻ろう。普通に考えるとヒイラギアリスのパレスが渋谷にあるってことだよね。ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウ引き連れてたし、間違いないと思うぜ。認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。違うところ？人間たちがシャドウに襲われていたんだ。普通の人がパレスに？まさか異世界ナビを使ったのか。でもあれはもう消えたはずじゃ。そう思うよな。で、こいつの出番ってわけだ。それはエマ？ああ、どういうわけかこいつが異世界ナビみたいな役割してんだよ。アリスの友達キーワードを入力したら、我が輩たちは異世界へと運ばれた。じゃあエマってヤバいアプリじゃん。でも普通にアンインストールできるぞ。異世界ナビは消せなかったのに。それともう一つ気になることがある。あの世界から戻った時、エマがジェイルから帰還したって言ったんだ。ジェイル？あの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしかわからないがな。とにかくよ、あのパレスだかジェイルだかをお前らも見てくんねえか。そうだな、この目で確認しないことには始まらん。それに私、まだアリスがそこの主だなんて信じられてないし。偵察ってことだよね。うん、私もまずはそれでいいと思う。でも同じ方法で入って大丈夫なの？また襲われたら。出口があった場所なら敵もいなかった。あそこから入れば大丈夫だ。じゃあ明日
改めて潜入ってことでいいか。よし、決まりだな。ならば明日改めてジェイルに潜入だ。集合場所は渋谷の連絡橋でいいな。と、その前に後でソフィアの中身見せてくれ。約束したよな、ラ。こいつは解析の死骸がありますぞ。痛くしないからな。大丈夫かこれ。多分腕は確かだから。しかし集まった途端にこれかよ。とんだ夏休みになっちまったな。はっ。え、何、どうしたの。京都旅行の野望はどうなる。それに俺の肉は。肉ってキャンプのこと。残念だけど延期だね。己不可解な異世界、このホックスが甘すぎりにしてくれる。いや、異世界は切れねえだろう。切るならシャドウにしとけ。にゃふん。ふむふむ、なるほど。なぬ？マジか。いやでもこっちはすげー、そういうことか。どうなんだ双葉、ソフィアのコードってやつは。あー、これ作った人天才だ。コードってのは書いた人間の個性が出る。能力や癖、思想や性格までいろいろだ。このコードは洗練されすぎてて普通に読んでも理解できない。ちゃんと理解するのに数ヶ月かかりそう。双葉でもか。そいつはただごとじゃないな。よくわからんが、私はすごいってことか。なあ、とんでもないぞ。ソフィアはスーパー AI だ。ソフィアが世に出たらエマもオワコンだろうな。オワコン？終わったコンテンツ、時代遅れってことな。ちょい前に流行ったネットスラングだ。なるほど、理解した。双葉は物知りだな。あんまり変なこと教えてやるなよ双葉。それよりソフィアの身元の手がかりになるものはなかったのか。作成者とか企業の名前とか。今のとこなし。結構署名入れたりするもんだけどな、うん、とにかく家でもう少し調べたい。何か分かったら連絡するぞ。な、夏休みだし多めに見てくれ。では諸君、サラダバー。サラダバー。大変な一日だったな。まさかこんなことになるとは思わなかったぜ。まあ仕方ない、落ち着いてからパーッと騒ごうぜ。しかしあの異世界にも驚いたが、一番よくわからんのはソフィアだな。呼んだか。お前の存在が謎って話をしてたとこだ。喋る猫に言われたくない。それもそうか。って謎の AI に言われたくねえよ。大体 AI にしちゃ曖昧な言動が多いんじゃないか。 AI ってのは頭がいいもんなんだろう。それは反論できない。そこまでへこむなよ。私は人の良き友人、役に立てないと意味がない。良き友人か、それだけは覚えてたんだよな。ああ、きっと大切なことなんだと思う。だが、役に立てば友人になれるのか？違うのか？教えてくれ、他にどんな方法がある？え？あ、いや、そうだな。人の心が分かるようになればいいんじゃないか？心？ああ、そうすれば相手の気持ちも分かって友人にもなりやすいと思うぜ。
心。あまり難しく考えるなよ。我が輩たちについてきて、いろんな人間を見て学べばいい。その代わり、怪盗団を助けてくれ。こいつはつまり取引ってやつだな。そうか、なるほど、悪くない。それで人の良き友人になれるのなら。ま、リーダーがいいならだけどな。オーケー、大船に乗ったつもりでいてくれ。これで取引成立だな。よろしく頼むぜ、ソフィア。明日は偵察もある。今日はもう寝ようぜ。オーケー、おやすみ、二人とも。よし、全員集まったな。今からジェイルに潜入する。覚悟はいいか？何度も通った道だ。今さらおじけづく理由はない。かかってこい。情報も少ないし、慎重に行きましょう。今回はまず偵察ね。エマを使って入るんだよね。特別な操作が必要なの？起動してキーワード言えば。エマ上で名前検索、友達申請画面でキーワード入力だ。お、さすが双葉先生。うちの天才ハッカーはやっぱ違うわ。ハッカー関係ないから。てかそれくらい調べとけ。あとは安全に入る方法だけど。昨日脱出してきた場所なら敵はいない。その場所の近くまで移動してキーワードを音声入力すればいい。信じて行ってみるしかなさそうね。よし、じゃあ出発だな。どうなった？着いたのか？みんなが怪盗服になっているぞ。お前もな、フォックス。おお、久しくこの姿を忘れていた。美と機能性の融合、やはりいい。美少女怪盗がいる。美少女怪盗と申します。もうふざけないの。でもこの格好は確かに懐かしいわね。本命はこっちじゃない。街の景色を見てみろ。これがジェイルなの？なんだあの建物、やばいってレベルじゃないぞ。全体がおぞましい配色に包まれているな。誰かの認知が影響してあんな風になってるんだよね。おそらくアリスのな。あそこは特に歪みが強い場所なんだろう。ジェイルを滑る女王の根城ということか。さもありなんといった佇まいだな。この辺りは町の形を保っている。ある程度離れれば影響は少ないらしい。前回我が輩たちはこの下のスクランブル交差点に入った。そこでアリスに従うシャドウたちが大勢の人間から何かを取り出していた。あの宝石みたいなやつな。つかあれって何だったんだ？それは願いってやつかもしれないよ、怪盗団。うわぁ、ソフィアか？ AI 少女、ガチの実体化きた！すごく可愛いね、ソフィア。なかなか興味深いフォルムだ。調和の取れた曲線が美しい。その服、なんか不思議な感じ。モフモフしていい？モフモフ？触ったり抱きついたりしてみたいってことらしいわよ、ソフィア。それは拒否する。子供じゃないからな。断られた。そもそも AI に大人子供があるのか。それよりソフィア、さっきお前が言った願いとは何だ？ここのシャドウたちが言ってた。願いを奪えとか、キングに献上するとか。人から奪われていたのならそれが願いじゃないかと推測。確かにアリスと会った時もそんなことを言ってたな。そしてキングってのはアリスのことで、
このジェイルでの主のことか。願いってお願いとかそういうこと？願いが奪われる。それってどういうことなのかしら。あん時襲われてた奴らがどうなっちまったかだな。その肝心の被害者たちはどこにいる？それらしい人影は見えないが。わからん。どこかに囚われてるのかもしれないが。ねえ、その襲われてた人たちって本当に人間かしら？どういうことだよ。シャドウだったんじゃないかって。もし被害に遭った人たちが本物の人間で今もこのジェイルに囚われているのなら、今頃巷は集団失踪事件とかで大騒ぎになってるはずじゃない？そんな騒ぎネットにも流れてなかったぞ。じゃあ現実世界では誰もいなくなってない？そうか、シャドウか。シャドウってなんだ？無意識に存在する抑圧されたもう一人の自分、分身みたいなものだ。じゃあ本人は無事ってことか？いや、シャドウは本人と表裏一体だ。シャドウから願いが奪われた時、現実の人間がどうなるか。ぶっちゃけ悪い予感しかしない。シャドウに何かして現実に影響を及ぼそうとしてるのか。だがどうする？泥道、危険な状態なら一刻も早く被害者を助けるべきじゃないか。いや、今の話は推測に過ぎない。我が輩たちが見たのはあくまで認知世界での出来事だ。現実世界で確かめないと本当に何が起きているかは判断できない。そのためにもアリスや被害者のことを調べる必要があるんじゃねえか。それに認知世界で主に何かすれば最悪廃人化させちゃう可能性もあったよね。ええ、行動に移す前にしっかり調べておかないと危険だわ。ああ、そろそろ寝よう。って早いよ。戻って調査。寝るのはその後だ。じゃあ一度ここから出よう。ジェイルの状況は確認できた。ここからはアリスや被害者のことを調べるぞ。調べるっつったって何調べんだよ。アリスに黒い噂がないかとかだな。人をこき使ってるとか闇深いやつ。そうね、まずはネットや街中で噂を集めてみましょう。ネットの方は私に任せとけ。しかし噂の確証を得るには本人の周辺に近づく必要があると思うが。大人気アーティストに近づくのはちょっと難しそうだよね。あのさ、私明日アリスと会えるかもしれないんだけど。は？マジか？なんでよ。前にモデル事務所の社長に頼んでて、アリスがテレビに出るみたいだから勉強のために生で見たいって見学お願いしてさ、みんなとの予定があるから諦めたんだけど、今ならまだ間に合うかも。見事なタイミングだな。ああ、さすがはアンドノだぜ。何もわかんないかもよ。話すのとかそもそも無理だし、それに全員は無理だよ。せいぜいあと一人くらいじゃないと。よし、そういうことだ。よろしくな。なんかちょっかいかけてアリスの尻尾掴んでこいよ。言っとくけど変なことしないでよ。私が怒られるんだから。我が輩も一緒に行くぜ。見つからなければ大丈夫だろう。とりあえず今日は被害に遭った連中のことを調べようぜ。行くぞ。書くか。